下の向こうももう一人じゃないから、太陽が俺たち呼んでる気がして、愛を抱きしめた風を追い越した。皆さんこんにちは、ロックシンガーソングライター音楽プロデューサーの吉健です。前回の動画では音楽をね、音楽で生きていくことを目指している人がよく話題に挙げるですね、レコード会社や事務所に所属した方がいいのかしない方がいいのかという話題の、メジャーレコード会社事務所バージョンというのを前回喋ったんです。で今日は、インディーズ編、インディーズの事務所やレコード会社に、所属した方がいいのか、行かない方がいいのかっていう、動画にしたいと思います。で、俺はメジャーなレコード会社や事務所にも所属してたし、今インディーズの レーベルを18年、自分が代表でやってますので、まあ、両方ね、両方知ってます。でその中でメジャーとインディーズ結構違うんで、今日はインディーズの、話になります。で、結構これインディーズってもう形態が、その事務所やレーベルによっても全然違うので、まあ、あくまでも俺が知ってる中で、話したいと思います。そしてインターネット上には今もう個人で、CD 出したりとか音楽配信とかできるんで、行かなくてもいいんじゃないか、行かない方がメリットがあるんじゃないかっていう風な動画が、多いです。で確かにそれはそうなんです、うん、それは全然否定もしないですが、そのもし行った場合にはこういう風なメリットがありますよってところが、実際の実情があんまり語られてないと思うので、今日はねその辺を中心にね、話したいと思います。そしてこれは絶対にその事務所やレーベルに行った方がいいっていうんではなく、また絶対行かない方がいいでもないです。みんながインターネットにあるさまざまな動画とか、ウェブサイトを見て、検証して自分の参考にしてもらえればと思ってます。はい、それではまずね自分のことをしゃべりますね。まあメジャーレコード会社の時代のことは前回の動画でしゃべったので今日は省きます。メジャーレコード会社と契約が、切れてから、俺は当時所属していた事務所の中でプロデューサーと一緒にね社内インディーズレーベルみたいなのを作ったんですね。で結構これ盛り上がって、それでもうそれこそ渋谷公会堂ワンマンやれるぐらいのアーティストが4人ぐらいいたんですけども、これ結構パワーがあるっていうんで、そのみんなで独立して、また新たに外にインディーズのレーベル事務所を作ったんですけども、そこからさらに独立して、バニラスカイっていうレーベルを18年間、やっています。でまあ冒頭でも喋りましたが、昔はやっぱり CD をリリースしたりとか、なんかこう音源をこう世の中に出したりするのは確かにね事務所にこう所属をしていた方がよりそれが実現できたんですね。なんですが今はもう個人でそういうことができる時代になったので、それはもう間違いないです。その中でやはり事務所とかレーベルに入った時のメリットということで言うと、まず一つはねプロと一緒に仕事をできる、してみてその自分のスキルを磨けるっていうことだと思うんですね。でこれはもうレーベルによると思うんだけど、うちのレーベルなんかはレコーディングエンジニアとかミュージシャンとか、まあ、基本的にはやっぱりメジャーの仕事もやってる人しか使ってないので、そういう人たちと一緒に、音楽制作をやると。でもちろんそのメジャーと予算も全然違うから使うスタジオとかその規模も違うんだけれども、でもなんかそのプロの人の考え方とかプロの人のスキルとかそういうものと一緒にやることで自分がねこうアーティストとしてこう少し成長できるっていうのは確かにあると思う。自分一人でやっててこれいいのか悪いのか分かんない時とかってあると思うんだよね。なのでそういう意味で言うと、そこが自分の成長につながるんじゃないかなと思います。2番目、CD を今個人でね CD も作れるし、音源配信とかもいろんなことでできるっていうこと言いましたけれども、わずかな量だったらできるわけさ。 CD でもまあ1000枚2000枚とかさ
ね、なんかこうグッズとかもそんなに大量に作らなければできるんだけど、もしさ人気が出てきてバーッと盛り上がってきて、あ1万枚2万枚プレスしてくださいって話になった時大変だよね。結構とんでもない金額になるよね。あとさ、このアーティストはもう今人気出てきてるからさあ勝負だ、ね、アルバムを作ろう、 MV を作ろう、それからもうラジオとか雑誌とかこういろいろ出て、で最後はもう2000人クラスのキャパでワンマンライブだっていう風な、このなんかさあ行くぞみたいな、この仕掛ける時にたくさんの人の力を借りなきゃいけないし、またお金も結構かかると思うんです。でこれ結構個人では厳しいと思うんだよね。なのであのいずれ自分がやってることをある程度大きな規模にしたいっていう人は、インディーズレーベル、インディーズの、レーベルや事務所と一緒にやってみるのも一つの選択肢だと思うんだよね。それから3つ目ですけども、チームであることの良さっていうのはやっぱ確かにあるんだよね。で例えば路上ライブでこう歌を歌ってるようなアーティストがいて、でこのアーティストをいきなりね500人1000人入るような、ライブのステージに立ってもらっても様にならないわけよ。なんかちゃうんだね。でじゃあどうすればこの人がそういうところに立てる人になるのかなっていうのは経験をするしかないんだけど、でも鶏が先か卵が先かだよね。そのなんかいきなりそんな風なポジションに立てない、そういうたくさんのお客を呼ぶこともできないしみたいなことって、鶏が先か卵が先かみたいな問題があるんですけれども、例えばレーベルでやってたら先輩アーティストのオープニングアクトとしてそういうステージに立つことを経験するってこともできると思うし、あとはレーベルのなんかレーベルフェスみたいなレーベル祭、うちのレーベルもねやってます、オーイーストとか WWW とかそういうところでやってるんだけど、そういう時に自分も出番があってそういうステージを経験するというようなこともできますね。でまあその時に出てるいろんなその先輩アーティストとですね一緒にこう酒飲んだりいろいろこうコミュニケーションすることで、気がつけば自分もこうだんだん、スキルが上がっていくみたいなこともあると思います。そしてあとはなんかなんかライブをねワンマンライブやるって言うてもなんかこういろいろこうスタッフとかも必要じゃない、こうね、なんか物販のスタッフとか受付とかこういろいろたくさん必要だと思うんですけども、そういうのもこうレーベルでやってるとチームでやってますからね、そういう時も困らない。でましてや例えば自分の人生で自分のステージだけを経験する数よりも、例えば誰かな自分のそのレーベルの誰か仲間がライブをやるときにちょっとこのスタッフとして手伝いに行ったりしてると、その日一緒にそのライブを体験するわけじゃん、スタッフとしてだけどさ、そうするとさ2倍の経験になるよね。そういうふうにレーベルの他のアーティストのその現場も、お互い協力しながら一緒に経験することで自分自身の経験値2倍、3倍、4倍、5倍になっていくっていう風な、ことがこれ結構大きいと思います、そして4つ目は大きなことなんだけど、その自分の制作環境を育てていけるってことね。で案外ねみんなに知られてないんだけど、インディーズでさこう音楽制作をして自分のこうチームができるでしょ。でそのアーティストがだんだんこう売れてきて、さあメジャーに行くぞって言った時に、この同じく今までインディーズ時代にやってた同じ制作チームで、音源を作って出すのだけメジャーみたいなのがね結構あるんですね。でとそうだな、ビジュアル系とかヒップホップとかこういうやり方をしている会社はすごく多いです。でこれのなんかこういいとこっていうのはさ、こう自分がずっとこう作り上げてきた制作環境、そのチーム仲間たちでずっとこう一緒に、夢を見れるっていう風な、なんていうんだろう、そういうこの良さがありますね、なんかメジャーのタイミングで全然違う環境に行って、全然違う事務所、全然違うレコード会社に行って、それが逆に大成功につながる人もいるんだけども、だからどっちも良さがあるから、こういう良さをが一応あるよっていうふうなことを一応伝えておきます。はい、というふうに、話してきましたが、冒頭でも話したけれども、今はね個人で何でも発信できる時代なので、
インディーズのレーベルに、入らないっていう選択肢も全然ありだと思います。だけど、入ってみれば、今日話してきたような良さもあります。自分でね参考にして選んでもらえればと思います。今日はここまでです。よしけんでした。チャンネル登録、いいねも待ってるよ。イラついた顔のプリテンダー、弱虫だらけ、自分で知ってた、でもヒリヒリしてたんだ。愛されたくて君を困らせた。18歳の俺はギターを抱えて、届かない空さえ飛べると思ってた。でも翼なんてない、見上げることさえ叶わない。日々にも君がいてくれた。ああもう